本日のお便り、ありがとうございます。東京都赤リンゴパンさんからのお便りです。ゆうやみが5つのお店を連続で当てる企画から派生したボジュレーヌーボーを4連続で当てることができていたのを見て、もしかしたらフルーツでも同じことができるのではないかというものです。ぜひリンゴやイチゴなど品種が豊富なフルーツを連続で当ててほしいです。なるほど、はい、ということでメロンの産地と銘柄4連続当てられるまで終わります。せーの、無理だ。夕張モンスターパン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 、まあ、有名なメロンで言えば夕張モンスター、はいはいはい、マスクメロン、あーあります、ね、そうなるのか。10個ある、あ、選択肢が、選択肢、なるほどね。いいな、そのメロンは好き、担当決めたり、いや好きではないなあ。嫌い、スイカはちょっと苦手けどメロンは悔やみにね。ああそう言ってたね、スイカが無理って。俺多分メロンはめっちゃ得意かも。おお、言っちゃった、覚えるのだけマジだ。だから北海道に旅行行った時ね、100円で買う串のやつ100円で知らなくて昔間違って食ったことある。なんか食えるやつただで食えると試食だと思ってやつだと思って、あとあと親が払いに行ってくれたからよかったけど一回あの選択肢をお願いします。はい、産地ごとに同じ銘柄のやつも作ってたりします。ほう、あ、そっか、そっか、なるほどね。まあ、茨城のアンデスメロンとか熊本のアンデスメロンとか、そういうのもあります。なるほど、それではやっていきましょう。ファイヤー、このサイズでいきます。はい、まあよく見るね、すぐなくなっちゃうからね。完食しちゃったらもう、はい、クリアならず。まあ、ベタに行くなら夕張メロン100本だ。そうなっちゃうね。ただそんなわけないよ、北海道ね。いや、そうなんだ。フォークか、夕張メロンだろう。まあ、いいさ、うまいけどさ、いや、これ夕張メロンじゃないよって思っちゃうよね。トモヤンと俺結構恥だったじゃん、あんま甘さないなっていう控えめな、うん、一回夕張で、はい、違うよねーの方がいいんちゃう。それで熱いよ、逆に一旦ね。まあ、行ってみるか。はい、はい、行ってみよう。まあ、わかんねえもんな、どうせ考えたら、はい、第1問のメロンは夕張メロン。残念なんです。あ、さすがにね。まあ思っちゃうもんね、うん、オレンジっつったら、うん、夕張メロンって、はい、2個目です。わー、緑になった。下緑、上黄色、うん、でもこっちの方が甘さなくない？なんかよく食べたことあるメロン。まあ親しみあるよね。夕張メロンが実はオレンジじゃないってのがいっちゃ怖かった。いや、それはさすがに怖いな。あり得るね。シンプルにマスクメロンなんじゃないのとは思ってしまうわな。まあなんかクリーミーな感じはあるね。さっきのよりは好きなんだよね、こっちの方が。ザメロンみたいな、うん、甘い方がやっぱり熊本、うん、あっちよりとは思っちゃ う、ね、果物といえばちょっとそっちの方がいい。静岡県産のマスクメロンってなんかもう本当スーパーとか大量生産みたいなイメージがあるね。いやでもさ、これマスクの中でも甘い方だと思うんだよ、それで言うと。もっとね、あの甘くないっていうか野菜な感じがする。キュウリみたいなのある。ガチ、俺これ結構甘くないと思ったんだけど。いや全然全然、俺も昨日食ってきたもん普通に。え、メロンも、うん、ったのすごい。この種、いやもう果物好きだから俺この種全然マスク。昨日何食ったの？このオレンジのやつと緑のやつ両方食ったね。2個あったから。1個いけるんや、うん、アンデスとマスクだったから。さっきのアンデスってない、だから言ったよ、アンデスメロン。なるほどね、どっちかじゃないか。まあ、あの他が何色か知らないから、俺クラウンとかクリンチーがまだもうちょい食いたい、うん、全然いける、全然いける。はい、第2問、静岡県産マスクメロン。残念、あ、静岡マスクじゃない。3個目です。うーわ、結構白いだよね。めちゃくちゃ美味しくない。いや、まあ、そんなこともないな。シャキシャキ色がすごい。スイカに近い。うわ、これは甘くない。え、なるほどね、うん。これは僕の予想だと、クラウン、高見、茨城、クイーンシーオーティーの方だった。いや、こんなにこういうアンデスとか正義じゃないマスクとかってやっぱね、層があるのよ、うん、甘さに、中の蜜に。だってこれスシローのメロンやもん。だからそのいわゆるメロン専門店じゃないとこのデザートメロン。あ、出回ってるよくって考えたらやっぱりまず甘くなさすぎて。甘くないよな。そう、マスクメロンって俺の勝手なイメージはもうちょい甘いのかなっていう、逆に俺は。うーん、なるほど。でも一回マスクにしてみる。これがさ、あ、まあ確かにマスク、静岡マスクの可能性もあるよ。一回攻めてみる、それ、はい、俺は静岡マスク、俺も静岡になっちゃう。まあありえるありえるありえる。第三問のメロンは静岡県産マスクメロン。残念、あれ、あ、そうだな。うわ、これこそまさに夕張か。え、これ一個目かどうかわからないんですけど。いや、これでも一個目の可能性あるんですか。うわ、さっきのの後だからめっちゃ甘く感じるわ。こんな甘かった。うん、
1個目だよ。え、俺1個目のうまいと思ったんだけど。クインシュクインシュってどういう意味だ。弓使い滅却師ブリッジ、ブリッジすぎるね。ブリすぎる滅却師ね。いや、普通になんかその女の種使ってるとかじゃない。あー、なるほど。クイーン、クイーン、クイーンシー。そしたら熊本でもありえるじゃん。キングもいるけど、クイーンもいるよ、熊本は。茨城超強いってことね。そうそう、可能性としては。4つ目ね。4つ目、茨城県産アンデスメロン。残念。新しいの来たよ。え、これ新しいか。え、3つ目じゃなくて3つ目だと思うんだけど。いや、種のとちょっと付き方が違くない。こんなんだ。3つ目じゃないわ。なにこれ、うまい。うん、やか、まずい。一番うまい。確かに、これ茨城キングじゃない。メロン感強かったよな、ちゃんと。料亭メロンがちょっと謎すぎるな。ね、でもどうせオレンジっぽくね。北海道のメロン全部オレンジっぽくね。いや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 、それはある。これ熊本マスク何ある。ああ、甘め強い血の。なるほど。王道の強いのであればね。いや、そう、うん、俺も王道のマスクだと思うな、どっちか。もう行ってみよう。熊本県産マスクメロン。残念。いやもうハイエンドか。ハイエンドメロンか。ハイエンド。うーわ、新しいの出たね。え、これはさすがに新しいの。4個じゃないっけ。これで全種類です。あ、そうだね。こいつクイーンシーっぽいけどね。挽回奪いそうだよな。気持ち悪いみたいな。うーわ、なにこれ。ナンバーは、まあナンバーあんだけど、とんでもない。これあ、一番高いだろうな、多分これは、うん、牛乳で育てたみたいな感じになった。うんま、すごくないこれ。これ養鶏じゃないですか、北海道。いや、まずクイーンシーこうよ。いや、さっきのところ、クインシー言ってみる。めっちゃミルキーだな。うますぎ。一回じゃんけんじゃいけません。あ、そうやね。ハンドキューみたいな。じゃあクインシー。はい。じゃあ、妖艇メロン。これ、茨城キング。じゃあ、クラブね。最初、あげ。じゃあ、やっぱり。じゃあ、いかでしょ。あ、じゃあ、クインシー。6問目のメロンは、クインシーメロン。残念。違う。熊本県産マスクメロン。残念。熊本県産アンデスメロン。残念。はい、来た。シャキシャキじゃない。ぱっと見ね、かた、うん、これ意外とうめえんだよな。ね、でもありえる。かためメロンいってるんですか。かためメロンいってみましょう。いい、どうぞ。いいですか。なんで行きたいのか分からないけど、なんかきっかありそう。じゃあすいません、9問目、茨城県産高見メロン。正解です。やっぱ高見さんなんや。高見メロンだ。じゃあクラウンメロンあるよ。何これ。だ、あ、これ高見だ。よかった。こんなに大量生産の味するの。はい、じゃあ、まあどんなのかまた後で。え、今の9問目。9問目10個目なんで、9問目ちゃーす。まあ、これが2と一緒なのかな。北海道の養鶏がうざいタイから北海道フィルターかかりすぎ。確かに今高見メロンがあった今、そう、養鶏メロンもあるよ。ちょっと邪魔だから、北海道フィルターが入ってる養鶏メロンを最初に消すべき。北海道産養鶏メロンはこの中にありますか。ダミーです。おっしゃ、そうなんだ。これだいぶでかいんだ。でかいでかい。で、一回熊本マスク行ったらベタに行ってないし、これマスク静岡市。そうだね、行こうか。注文目、熊本県産マスクメロン。残念。よしよしよし。まあでもこれで消えた。はい、本当にマスクメロンないんじゃない。うん、ああいいね。うん、だアンデスももうないじゃん。で、夕張もないって考えたらもうあと11個目来た。どっちの。あ、これじゃあ、タッケヤツでしょ、これ。うん、これタッケヤツ。え、ほんと。タッケヤツ。そうだよ。いや、え、タッケヤツの真ん中食わせて。いいよ、タッケヤツの中食わせて。うん、え、これ水分量エグいんだね。タッつけといたの、牛乳に。これそうそう、なんだ牛乳って。めっちゃミルキーやな、ね、ミルキーが、うん、いや、でも一回茨城県産。はい、茨城キング。残念。違う、違うんだ。だぞー。こいつは出たくね。あ、出た。あのハイエンド楽しみに。そう、そうだね。このオレンジがマスクの可能性出てないんだ。お前余計なこと言うなよ。余計なことばっかよ、お前。ほんとに。いや、でもですよみたいなこと言うな。余計なことばっか。クインシーちゃん、これは逆に。いやー、なるほど。いや、あると思うよ。行ってみよう。行ってみよう。第12問目、熊本県産クインシーメロン。ユーハマッハ来い。正解。おー、あ、オレンジなんや。クインシーね。これは分からんね。どういう意味だ。意味だったわ。赤い玉。おお、知らねえ。女王を彷彿とさせるクイーン。女王はってクイーン予想。ヘルシー、ヘルシー、ヘルシー。あー、そういうことね。確かになんかめっちゃくちゃ甘いってわけじゃん。
高いメロン。メロンって一個食うんじゃなくて、うん、甘いメロンと、うん、あんまり甘くないメロンとかで食べた方がいいかも。一、うん、種類だけで食うもんじゃない。そうだね。そうだ本当に。そういえばお前全然役立ってないやん。本当に。いやいやいや。九でな。九。全然長めのメロンだ。メロン好き大抵カップメロンや。全然玉買ってくる。あマジ？そう。これが。高いメロン正解。よし次なんですよね。うまいの欲しいな。あ、牛乳漬けやったー。今日食べよう。って言ったらやっぱクラウンメロンとか逆にどうですかって思っちゃうんだけど、どうぞ。いいよ。めちゃくちゃいいマスクメロンっていう可能性もある。いや俺それだったら結局マスクメロンやんってなっちゃう。こんだけやっぱいろんなクイーンシーメロンとか高いメロンとか美味しいねってなって、で俺やっぱクラウンやっぱ大クラスの甘さってやってくれ。はい。ちょっと僕高い声やってんだからお前さ、俺の真似してやれよ。あ、なるほど。14問目。はっそ。はっそいけどいい。静岡県産クランメロン。おでい。残念。違う。マジで10倍。マスクアンですよ。はい。でももうあと。でまだあれ食べれるんだって嬉しい。いやほんまにそうしよう。そう考えよ。これはクインシーですね。クインシー。熊本県産クインシーメロン。正解。よし。クインシーが、お、高見だ、アルフィだね、アルフィ。あれ、高見だ、なんだっけ、違う、高見だじゃないじゃん、よく見たら。ね、グラデーションやん、ね、熊本マスクと静岡マスクマスクになってます。あ、じゃあまだいっぱいあんだこれ。結局ユウがさっき直感で、直感高見やするからね。直感でいくと、そう、マジ直感でいく。熊本あるんです。正直いい。一回ここはユーマ直感信じて、はい、違ったら食らうとかさ、はい、16問目熊本県産アンデスメロン。アンデスね。残念。あーごめん。あーごめん。直感なんだ。あ、直感別に。いやまあ高見食った瞬間わかるから。高見、高見間違いない。茨城県産高見メロン。正解。よし。最悪。 あれ どっちだこれ。ミルキーモンスターじゃない。ミルキーモンスターじゃない。静岡アンデス潰さない。アンデスに名残残すんだったら静岡のアンデス。あ、ちょっと待って、ごめん。茨城県産アンデスメロン。茨城県産アンデスメロン。正解。おー、逆だったな。危な。俺の考えが確かにな。すいません。すごい、これクインシー。でもそう考えたらさ、あの黄色はマジで何なの。ゾッとするね。うん、ゾッとする。ゾッとするお話ですね。クイシー正解。はい、リーチです。これが当たれば、いや終わりです。これがアンデスじゃない、熊本県産あるとしたら。茨城県産アンデスを言った、言ってさっき正解したんですよ。熊本県産アンデスか夕張メロンどっちかじゃない。うん、夕張メロンだった時やばいな。引くね。いや怖い。いやあるよ夕張の可能性は。すごいねこれ。うますぎる。ちっちゃい俺のだけ。いじめかよ。チェックメントするか否か。はい、20問目熊本県産アンデスメロン。残念。うわー、夕張メロン。あれ夕張メロンなの。いや、マスクが残ってる。マスクが残ってる。確かに。どっちも、うん、あらら、あーダブルで。だから赤いメロンとクイーンシーメロン両方食うで。もちろん気になりすぎるから夕張にしない。もういやだから夕張に行きましょう。もうこれは、はい、夕張、夕張、夕張なんかな。マジで夕張。いっぱい。それで違ったらマスクどっちかどうしよう、うん、ホッとする。うん、させて。そうやね。あ、よかった。夕張メロンさすがオレンジよな。ホッとする。いや本当にダメだったらマジで北海道行こうみんなで。24問目、夕張メロン。ほっとしたーマジで。あんだけオレンジうんたらかんたら言ってて。もうどっちかです。食べて。マスクどっちかで。やばい、まずい。さすがにもうこのこんな食うとマスクでした。マジで当てよう、ユウマ。いや誰かさ、高見ばっかり落としてない。おい。いや俺は落としてない。俺は高見食ってる。とりあえずクインシー、高見メロン。うん。なんだっけもう。茨城アンデス。茨城アンデス。はい。いやこいつ、はい、ちょっともうどうする。ユーマン直感信じる。だってもう産地の考察しかないわけでしょ。うん。熊本か静岡のでしょ。
イメージ言ったらやっぱ熊本って言いたいわな。もうその理論が間違ってっかもよ。そうなんだよ。あ、ちょっとここ当てて終わろうや。外したら高見すぐ全部食べください。お前高見ろ罰ゲームみたいなすなよ。28問目熊本県産マスクメロン。そうか、熊本で言ったか。残念。ほらな。お前熊本ならゲットできないか。言っちゃうけどねって。やびすぎてんだって。じゃあ答えは静岡マスクメロンだったということです。あれは正解です。そうなんだ。ちょっとむずいな普通に。でもなくなってないくらいでしょ。均等に4玉なくなったぐらい。おい1人1玉ちょうど4玉。半端ねえこれ箱ってやつ。2つ食ってるのか。あー食ったら食えないもんね。そりゃお腹いっぱいになるわ。美味しかったです。絶対マジでイチゴとかのがいけたわ。いや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 、あっちはむずい。結局俺は30ぐらいやったわ。28ですね。ちょっと果実むずすぎるかも。知識がそもそもない。そうなんだよ。そうね。コーラとかやしね。コーラ。コーラ。ココココーラね。コーラも結構だよ。あるある。それでもちょっとわからないと難しいですよ。さあ、よし。チャンネル登録も